ということで、わかったかね、レイジ君。おい、もしもし、ちゃんと聞いているのかね、レイジ君。おい、ユーノ、そっちはどうなってる？大変だよ、レイジ君軽くトリップしちゃってるの。オーバーヒートでレイジ君の頭から湯気が出てる。ユーノ、水だ、水をかけるんだ。頭から水を、いや、ダメだ。そんなことをしたら大切な新世界ゴーグルが壊れてしまうではないか。でもこのままだとレイジ君が壊れちゃうよ。ああ、もうしょうがないな。レイ！なんだ？あれ？わあ、レイジ君が帰ってきた。よかった。もうユーノすっごい心配しちゃったんだよ。カムバック、お帰りだよ。はい、ただいまです。あって、あの、僕どっか行ってましたっけ？おいおい、覚えてないのかい？しっかりしてくれたまえよ。に行ってたというか、行っちゃってたというか、ある意味行きかけてたのだよ君は。ま、それも若さゆえの暴走というものだがね。そうそう、勝手に行っちゃったらダメだよレイジ君。行くときはちゃんと行くって言わないとね。今のはなかなかグレイトフルなセリフだ。80点をやろう。わーい、ユーノ80点もらっちゃいました。次は100点満点目指します。いや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 、100点目指しちゃダメですから、ユーノさん。っていうか、オワリさんも変態発言は控えてください。それにグレイトフルってすごいって意味じゃないですからね。念のため。レイジ君、随分と威勢がいいじゃないかい。仕事中に生きかけてた男のくせにさ。あの、背中がとても冷たいんですが。それはそうだよ、だってユーノがこれ全部かけちゃったんだもん。まだちょっとしか食べてなかったのに。全部かけちゃったって、それどう見てもかき氷じゃないですか。そうだよ、せっかくのいちご&メロンのスペシャルブレンドだったのに、レイジ君を助けるために涙を飲んでぶっかけました。ああ、どうもすみません。後で弁償します。
ちなみにスペシャルブレンドのポイントはイチゴとメロンの割合が3対3なんだよ。ここだけの話だけどね。あまりの暑さに気を失いかけていたというわけだよ。新世界ゴーグルの路上実験中にね。どうやらそうみたいですね、尾張さん。そちらは冷房の効いた事務所の中だからいいでしょうが、こっちは30度を超える炎天下の中なんですよ。危うく熱中症になりかけてるじゃないですか。僕、この新世界ゴーグルってめちゃくちゃ危険な代物だと思うんですけど。安心したまえ。安心しろの意味がまるでわかりませんが、というかエアコン壊れたんですか？クーラー壊れちゃったの？まだ7月なのに。やだな、基地に戻りたくないな。この世に灼熱地獄というものがあるとすれば、我ら何にせよ事務所にいてもここにいてもどこにいても暑いってことは分かりました。 No! 事務所ではない。ここはジャッジメントセブンの最前線基地である。何と言えば覚えるんだね、君は。はいはい、最前線の基地って言うくらいならせめてエアコンくらいは直してくださいよ。でも夏だから暑いのは仕方ないかな。寒い夏よりはいいと思うんだ。だって寒いとかき氷も美味しくないからね。そういうことだ、レイジ君。ということで、君が意識を取り戻したのであれば、より本格的な実験を開始させてもらうとするよ。はあ、倒れない程度に頑張ります。だよ。ユーノがうちわで仰いであげるからね。プレープレーレイチオイエーイ。ジャッジメントセブンをよろしくお願いします。レイジ君、そっちの視界はこちらでもモニター中だが、君さっきからユーノの胸ばかり見すぎじゃないかね。そんなことはありません。とにかく目立ちまくってますので、さっさと実験を開始しましょう。それではこれより新世界ゴーグルの機能検証実験を開始する。ここからがお楽しみの本番タイムだよ。ボイスコマンドですか？なんか回りくどくないですか、それ。そちらから操作して起動できないんですか？おいおい、君には
ロマンってものが欠如しているようだね。この手のフルフェイス型のデバイスにおいてボイスコマンドによるプログラム起動はお約束中のお約束。もうそんなもんですかね。それでなんて言えばいいんです？チェンジザワールド。それがワールドプログラム起動のボイスコマンドだ。さっ。さあレイジ君、シャウトだよ。小さいよレイジ君。それになんだか迷いすら感じられるではないか。もっと自分を解放し腹の底から叫んでくれたまえ。チェンジザワールド。すごい。新世界へようこそだレイジ君。ワールドプログラムの起動を確認した。引き続きメニュー用のボイスコマンドが正常に機能するかを実験しよう。さあレイジ君、今度はメニュープリーズと叫んでくれたまえ。メニュープリーズ。次はカーソルを移動させてみよう。もちろん、はあ、まあそうでしょうね。それで普通に上だ下だと言えばいい。カーソルをモニターの右上まで移動させた後、今度は左下まで移動させてくれたまえ。上、右。ああ違う、上じゃない、右だって。ちょっと終わりさん、これめちゃくちゃ操作しづらい仕様なんですけど。そりゃそうだろうね。本来であれば新世界ゴーグルに内蔵している脳波センサーでカーソルを操作する設計だからさ。よし、いいぞ。そこで一言、あーそういうこと、いい感じと叫ぶんだ。何なんですかそれは。いわゆる決定のボイスコマンドだ。ちなみにキャンセルのコマンドはそこはダメよとなっている。どうしてそんなセリフみたいなボイスコマンドなんですか。それになんだか聞き方によっては卑猥だし。もちろんその新世界ゴーグルを女の子がつけた時のために決まっているじゃないか。慣れない操作に戸惑いながら先ほどのボイスコマンドを口にする。想像しただけでご飯が3杯はいけそうだ。君の声では正直少しのリビドーも湧かないが、それでも大切な実験だからね。熱く激しく感情を込めて叫んでくれたまえ。あーそこそこいい感じ。そこはダメよ。よし、なかな
なか自分を解放できたじゃないか。ボイスコマンドの実験はこれぐらいにしておこう。いえ、こっちのことです。うん、そうだな。はあ？ありがとうございます、ユーノさん。それでは少し休憩した後、実験の後半戦に突入しようじゃないか。ちょっと待ってください。今日はもうこれぐらいにしておきませんか。ほら、オワリさんだけに終わりにしようなんて。正直、体力も気力も限界なんです。もう勘弁してください。レイジ君、この俺が頑張ってくれる君のために何のご褒美？このとびきりのご褒美を見れば疲れも吹っ飛ぶこと間違いなしだよ。X モード起動。ワールドプログラムを使って取り込んだ風景をリアルタイムに加工して君に見せているのさ。だが君へのご褒美。来たー！世界を書き換える世紀のプログラム、ワールド。素晴らしかです。ねえねえ、何が素晴らしいの？ユーノにもちょっと見せてよ。おお、我ながらこれはなんというけしからんことに。レジ君、もっと近づきたまえ。あ、オワリさん、スクショ撮ってますね。それはダメです。さすがにユーノさんの肖像権の侵害です。それにぶっちゃけずるいですよ。おいおい、誤解しないでくれたまえ。これは貴重な実験データなのだよ。後でじっくりと画像を検証しなくちゃだしね。聞こえましたよ。今ムフフって笑いましたね。 100%二人で盛り上がっててずるいずるい。ユーノにも見せてよ。さて、もう十分だろう。実験の後半戦を頑張ってくれたらさらなる新世界を見せてやろうじゃないか。ビキニなんてどうだ。猫耳コスなんてのもあるぞ。わかりました。午前0時、最後まで付き合います。さあ、どんどん行きましょう。よくぞ言ってくれた、レイジ君。それでこそジャッジメント7期待のホープだ。では実験の後半戦を始めるとしよう。とりあえず適当に踊りながらその界隈を一周してもらおうか。
お、なんだこれ。オワリさん、おかしなことになっちゃってますよ。何？ワールドプログラムが暴走だと？ちょ、オワリさん、なんだ？あれは…ユーノさん…気をつけて。